We're going in. These are exhibition matches now. And it's Ashin Rai Tensei, aka. 1週間ぐらい行きたいですよね。その大会の途中にドバイ寄るっていう作戦も。あのね、予定的にはいいんだけど、ちょっとマニーの方すごかった。そうね、そこが一番のネックだね。ドバイは高いんじゃないかな。そうだね。大学さんもなんか相当金がこんなって。楽しかったけどみたいな。そっか。まああっち行くまでに、まあ10万超えるもんね。飛行機代で多分。あ、ドバイのね。おそらく。To be honest, I don't think it's better. No, I wouldn't say it's better. It's different. Yeah.あれ、アブダビ航空空港ってさ、ドバイじゃない？そうだね、アブダビ、アブダビ空港だそうだよね。Never! Not even Indian car! あそこが多分ドバイかな。No, I didn't know. No, you didn't know you tried it. あれ、なんかあそこすごいペットボトルの水とか高かった気がする。そうだっけ？確か。だけどクエートも高かった。あれ？あれ、何のだけやってるの？なんか僕5000円かなんか両替して、マックのセット3つとなんかしか買えなかったみたいな。ありませんでしたっけ？でもマックもさ、アメリカのロサンゼルスとかも1000円ぐらい。あ、そうなんですか？僕も結構そうだよね。まあ意外と高いんですね。へぇ、知らなかった。あー、got you. Yeah, yeah, yeah. That's fine. 結構高いよね。日本だけかな、あんなマック安いの、もしかしたら。へぇー。もしか空港だからってのもあるのかもしれないけどね。あー、なるほど。Oh, dashes in and goes to the front track. Do you guys have any tournaments you guys are planning on going to? マックの金額でその国の価格がわかるっていうくらいですかね。あ、そうなんだ。シャドウルーショーダウンコロットも結構日本で高いんだ。In Kuwait. うん。あ、そうなんだ。Yeah, I'm on.まあけど言ってもセットだと100円か200円ぐらいの違いなのかな。It just depends because like because they study they like you know because it's don't forget they're not like adults yet full adults like 16, 17 so they're kind of in fact they're very fortunate to be able to come here you know so yeah so they've got holiday at the moment but.When they run that tournament, it might not be holiday, it might have exams and that kind of thing. So it's not. August 29th, 28th, and the qualifier, what is it? Oh shit. In a week's time, 2 weeks maybe? No, they didn't mention it. Hasn't been announced yet. Who's providing the money for that?I think for yeah, Shadow Showdown, they give the money for the tickets. They always do provide. Yeah, they always pay for the ticket, yeah? And the hotel maybe, I'm not sure. There's an organization, there's two organizations, mini FGC organizations, there's one called FICRA. And the one called White Tower. Yeah, so I think FICRA will be doing... Oh, man!言ったさっきからあれ彼のおっさん日本語わかるあ違う違うあさっきと違うさっきあ食べてすげえ I think it was asking if he understands Japanese or something what was that yeah but then it was the other guy that left oh I see okay he thought they were the same guy all right is that 1-0 or 2-0 one okay. oh 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 だいこれ減るおお大パンから減るさあ、終わりばって日本の16歳であんな強いやつとかいるのかな、日本にあーそれ、ネクシップのビデオガチ君とかもう、私超えちゃったんだねそうだねリュウキチ君とかもじゃなくてちょうどそんくらいかな18くらいかな16ではないしもリュウキチ君も当時16くらいだったか17、18くらいになったかなあと誰か、あれフェスの稲葉君が若いのかなわかんないけどでも意外と探せばいそうっすよね。なんかあの福岡の方の福岡ゲーマーズクラブさんとお話したときに、なんかすんげえ若くて強いプレイヤーいるんだけど、なんか紙パックのジュース買うかワンプレイにするか悩むぐらいやっぱみんななかなかできないっていうことを言ってたんで。あ、いるんだ若くて強いやつ。見るみたいですね。福岡の方にも特に。なんかそれでその子たちを表に出してあげたくて配信をやってる時もあるみたいなことそうなのはいなんか行ってらっしゃったんであすごいなと思ってそれもさあスパフォン気をつけておうまい足元からまあいいのかスパフォンはいやダメかまあできればダメだけどしょうがない感じがするあーやばいおおすげえ当たり方して今いろいろ探しそうあーっと投げて
中断と。ここまで来たら貸し切りないぞ。あったー、上出る。上は出る。さあ、一本取り返した。誰の頭の上飛んでんだよ。殴って。いちいち。さあ、最終戦。先生、気候圏、弱中強でモーション違うんだね。今気づいたんだよ。嘘。すげえケツ上げんのと、うん、なんか肩からなんかこう。へえー。お、すごい今の F 式。おお。セスかと思った。カレー。カレーなチュンリー。あ、なんで。さあ、パクさんあるよ。おお。おお。あ、見てた。暴れて。わあ、危ないけどダメージは勝ってる。うわっ、あー、焦った。しなければよかったね。おお、すごいなんか変な交わり方した。さあ、おお、石当たるんだね。多いよ。ルビナル入って、さあバレーを通す。ああ、あれかかんねえのか。うん、ウルコンだけか。あーっと。さあゾンビ使ったけど、かかん入れず。おお、FC。なんかいろいろ確認そう。ああ、危ない、危ない、ラッキー。Oh man. おー、どんから行け。どうする、どうする。 Maybe it wasn't charging. あれ、エルファーから完全に忘れた。お、さあ、投げ通して。あるぞ。気をつけて。あー、あー、なんでやねん。危ないですから。さあ、カリパクさんが大興奮です。ネックレスぶっ壊れました。スティックレイジ大丈夫それ。大丈夫、切れちゃった。壊れた。興奮しすぎた。お疲れ様です。マックスですよね。マックス。アブッ。サウダー。